インターネットで変な噂を流され困っています。弁護士に相談しましたが、噂なので止めることができません。噂が消えず、人が怖くて外も歩けない状態です。どうしたらよいのでしょうか。おかしいですね。弁護士に相談しましたが、噂なので止めることができません。こういう要するに事実に反することを自分に関して書かれた場合、まあ、名誉毀損とかプライバシー侵害という問題になりますから、それは掲示した人に警告をするってことができると思いますし、そしてそれがやまないんであればですね、まあ名誉毀損の場合は名誉毀損罪ということになるんで、まあ、警察に訴えればいいかなって思います。で、名誉を毀損していないが、普通は他人に知られてなたくないこと、これを言われているという場合は刑事犯罪、名誉毀損罪にはならず、プライバシー侵害などの民事上の不当行為なんですね。まあ、こういった場合は警察そのものはちょっと動けませんから、まあきちっとネット上で、抗議通告した上で、でそうでなければ民事上の裁判に出るということになります。まあですから、その噂がですね、変な噂っていうのが事実に反して皆さんの名誉を傷つけるものである、名誉毀損か、それとも、まあ、名誉は傷つかないが普通は知られたくないこと、これをさらされているということなのか、まあ、いずれかにあたれば法的には対処可能なはずだということなんで、もう一度弁護士さんとそういう視点から話してみてもらったらと思います。